はい、こんにちは。今回はですね、この独占資本主義行ってみたいと思います。独占資本主義、いつの時代かということですけれども、ここに書いてあります。19世紀末から21世紀、つまり今日もですね、この独占資本主義の時代であるということを含んでいるんですけれども、その始まりはおよそこの19世紀末ということで、この独占化の過程が進行していたということなんですね。つまりこれはですね、どういう時代かというと、1年の時の世界史で勉強したことを振り返ってみれば、ちょうど帝国主義というものと一致すると、その時代であるということです。つまり帝国主義の経済的な背景、実態はこの独占資本主義であったということになります。さて、ここに自由競争が独占を生むという時代というふうに書いてありますけれども、これはどういうことかというと、資本主義はですね、19世紀はイギリスを中心として自由競争の資本主義が発展したと。ところが自由競争というのは弱肉強食なので、弱いものは滅びていくと、そして強いものはより栄えるという、そういう現象が起きます。つまりですね、不況になったり、あるいは新しい技術に立ち遅れたりということになれば、そういった企業はこう倒産したりですね、あるいは経営が立ち行かなくなっていくわけですね。つまり競争に敗れると。となると、その企業の株価は非常に安くなるか、もしくは倒産してしまえばただ同然になるということになります。そういう時により強い大きな企業は、そういった企業を吸収していて、さらに大きくなると。そして気がつけば、市場を占有しているのはごく一握りの大企業であるということが起きます。で、これはどういうことかというと、つまり100社も200社もあるような競争のもとではね、こうみんなで、おい、この価格で売ろうぜというふうに決めても、安売り競争してお互いに損するのはバカらしいからみたいな話をしてもね、必ず抜け駆けするものが出るんですよ。ね、そういう来るんなら、もっと安く売って儲けてやると、俺が成功してやるみたいなのが、ところがね、3社とか4社になってくると、それが成り立つんです。これをカルテルと言います。企業連合、まあ談合だね、これ、ね、で、つまりお互いに競争してたくさん作って値を下げて、そして共倒れしていくとか、お互い儲からないなんてことはやめようと、生産調整をして、そして場合によっては販売網も一つにして、これをシンジケートと言いますけれども、で、そうして、まあ、高く売って儲けようと、みんなで儲けようね、金持ち喧嘩せずというわけです。当然消費者は大きな損害を被ります。あるいはそこまでもう競争というのをしないんであれば、規模のメリットということで一緒になっちまえということになります。これがトラストです、合併ですね。これ様々な形態があります。まあ、より強いものがより小さいものを吸収するという場合もあるし、対等に合併する場合もあるし、背景に銀行のような金づるがいて、そこの指示でお前とお前もくっつけというので一緒になったりというような場合もあります。アメリカなんかはこれが多かったようです。で、コンセルというのがあります。聞き慣れない言葉ですけれども、これはドイツ語です。で、英語で言えばカンサーンということになります。つまり関係し合っているんですね。お互いが関連付け合っている。何か、これはですね、ここに持ち株会社と書いてありますけれども、株を持つということだけを仕事にしている会社だから仕事じゃないよね。だからちっちゃい会社でいいんですよ、こんなもんは、ね、で、これがですね、 A 社 B 社 C 社といったような、こういう企業の株を多く保有しておくと、持っておくだけだから売買はしないです。これがまあ大銀行であったり、あるいは大メーカーであったりするんです。そしてそれはまたその子会社の株をこの大企業のこの A、B、C が持っていますから、全体にこういうピラミッド型の企業組織ができるというわけです。まあ、産業封建制みたいなものができるというふうに表現したものもありますけれども、つまりこれはですね、巨大な企業グループを作っていくということになります。となるとね、まあ、こういった巨大企業集団というのは容易に国家権力と結びつく、そして国家の政策を左右するようになるということになります。戦前の日本の財閥がまさにそうだったということです。四大財閥というのを聞いたことがあると思いますけれども、財閥はね、これは血縁に基づいているから財閥というんですけれども、これは典型的なコンセルンであったということです。そして今日の日本でもですね、ビール会社はこれも定番出てきますけれども4社です。ね、携帯電話会社、楽天モバイル入れても4社ですね。まあ、そういった具合にですね、あらゆる業種体でこう独占というものは存続をしているということになっています。さて、今度は日本の資本主義における独占化の歴史というものを見ていきたいと思います。日本はですね、後発資本主義国であって、国家ぐるみで資本主義の育成、まあ、殖産興業と言いましたけれども、これを進めていった歴史があるので、実は自由競争の時代というものをほぼ経ずに、政府と一部の大企業が、まあ銀行とかね、まあ後の財閥ですよ、これが結びつくことによって
独占資本主義へとなだれ込んでいったということです。ただこれはですね、日本の資本主義の勃興期ですけれども、イギリスのようにエンクロージャームーブメント、囲い込み運動のようなものがあったわけではありません。基本的に日本は農村が健在で、というかね、農業国なんですよ、まだまだ。そしてその農村ではですね、イギリスのような資本主義的な農業が起きるということはなしに、近代は来なかった。そして農村が著しく貧しいままに置かれていたということです。これを既成地主制と言います。既成地主、ここに土地が集中をして、そこに食うや食わずの貧の貧しい農民、多くは小作農です。で、小作料を取られていきます。収穫の半分程度が小作料となっている。で、そして何と言っても貧しいと。じゃあこの既成地主は何するのかというと、彼らは農業経営はしません。場合によってはその村にいることもない。で、身分的なですね、関係のようなものが残るんですけれども、一部はもう広島や大阪に行ってしまってですね、せっせせっせと農民から吸い上げた富でもって株式投資をしてたりする。この株式投資が資本家の手に渡ると、ね、資本主義的企業の成長になるという、こういう構図があったわけですね。そしてこちらです。この貧しい、ね、農村のせがれたち、あるいは娘たちがですね、まず家計補助的に工場へと働きに出ていく、賃金労働者になっていく。まあ、長男は跡取りなので、こう農民のまま残ってたりするわけですけれども、そして後にはですね、これは家計補助というものではなしに、本格的な賃金労働者として、その家計収入の中心となっていくと、賃金がね、いうことになっていきました。貧しいままなんですよ。ここには大きな矛盾があります。つまり資本主義はですね、豊富な資金を持ってぐんと発展していく、いきなり独占資本的に発展をしていくと。しかしながら国民は貧しいわけですから、ね、これを吸収する需要がない。賃金もね、元がもう悲惨な貧しさなんで、低賃金でもね、働いてるんですよ。じゃあどうなるのか、売れないんですよ、海外に目が向く。つまり国民を貧しいままにして資本主義を発達させようとすると、戦争するんだということになります。さっき出てきた財閥もね、戦後解体の対象になりましたけれども、この既成地主制もまたですね、これを農地改革ということで解消するという方向に動いたのはね、そういう背景があります。こちら何かというと、その当時の日本の産業革命期の写真です。これは大阪紡績工場の様子です。こういった機械が導入されるという、これがまさに産業革命ですけれども、さてこちらは何か、農村の様子ですね。象徴的なものです。姉屋たちです。姉屋というのはですね、赤とんぼの歌詞の3番に姉屋を15で嫁に行きというのがありますけれども、それは実のお姉さんではありません。こういった小作農たちの貧しい娘たちです。それがね、子守の仕事で、駆り出されているわけですね。まあそれをちょっとした収入にしているわけですよ。だから15で嫁にもやらされたりっていうね、彼女に精神はなかったということです。さてこれは山本作兵衛という人が書いた筑豊炭田の図です。もう最底辺の労働環境の図が描かれています。非常にですね、今日でちょっと考えられないような混浴の様子であったりとかね、そういったものも描かれているんですけれども、こういったね、労働、最底辺の労働が日本の資本主義の勃興を支えたということが、描かれているので、これは文化遺産としてですね、ユネスコに登録をされているということです。はい、今度はその中でできたですね、財閥ですね。もう三井、三菱、これは三菱が出てますけれども、これはもう典型的な政商です。政府と結びつくことによって。そして、のし上がっていった。だからまあ戦争なんかの時にはですね、まあね、稼ぐんですね。そういったものを図を書いています。ね、古川電工であるとか、日本アルミとかね、有名な企業が名前を連ねている。でその中心は何かというと、三菱本社とあるんですが、岩崎家族で、この持ち株会社、実はこの財閥の正体というのはこの持ち株会社であるわけです。この持ち株会社がですね、ガチッと株を持っているから、日本の会社の株式は表に出てこない、非常に閉鎖的なものであったということです。戦後財閥は解体されますけれども、この財閥解体は事実上行われません。そして三井、三菱、住友、富裕、これは安田ですね、富士銀行です。第一勘銀、三和という六大グループへと再編をされて、戦後の高度経済成長期を走り抜けていくということになりました。
はい、戦後の日本はですね、こういった独占というものを規制する法律ができます。それがこの独占禁止法です。しかしですね、これはなかなかザル法と言われて、もうこれはもう独占が進んでるからこの企業は分割しなさいということはめったに行われてこなかったということですね。そしてその中の価格の同調的引き上げ、つまりカルテルです。カルテルは違法とされています。持ち株会社は禁止とされました。しかし今日金融持ち株会社は解禁をされています。そしてですね、適用除外カルテルというものがあって、これはね、多くは1999年に廃止されますけれども、不況期のカルテルとかね、つまり合理的な理由のあるカルテルは、これは容認されたという中身がありました。公正取引委員会による排除勧告が あったわけですけれども、つまりこれは独占だという認定があったわけですけれども、それが必ずしも行われるとは限らなかったというわけです。昔の損害賠償責任や、それから再販売価格維持活動といった言葉も押さえておいてもらうといいと思います。特に昔の責任性の問題はですね、よく問われます。さて、今日の世界的な流れとしてグローバリゼーションというものがあります。世界独占資本主義と言ってもいいかもしれません、ね、これ定義をしておきます。国際化とかね、国際協調とかといったこととは違います。これはロングマン AA 辞典の定義ですけれども、これは何かというと、グローバリゼーション The process of making something such as a business operate in a lot of countries around the world or the result of this、ね、まあ、ある企業をですね、世界的に機能させる、動かせるんだと、そういう国境をまたいでね、その過程もしくはその結果という、だからグローバリゼーションというのはこういったビジネスの言葉です。だから国際交流とかとごっちゃにしてはいけないということですね。その中でこの多国籍企業家、ね、本国に拠点を置きながら世界的に展開をしていくという企業ですね、直接投資を行っているという、そして M&A、ね、それ多角経営、こういったものが進んでいきました。有効的 TOB や敵対的 TOB、LBO、 こういったものをちょっと事業で説明しますけれども、ね、こういったものが世界規模で行われるということになりました。その中でですね、六大銀行にも変化が生まれます。金融ビッグバンの過程で1990年代にこういった過程で3つの大銀行メガバンクへと統合されていったということになります。先ほどのシートでですね、銀行の統合をえらくさらっと済ましたねと思っているかもしれませんが、これは金融のところでもまた出てきますし、日本経済の歩みというところでもまた出てきます。ですから今回は紹介だけに留めたと理解をしてください。ただしグローバリゼーションということはですね、より深く理解をしておく必要があります。まあ地球規模のという枕言葉をつければいいように受け取られがちですけれども、実態はそうではありません。より大きな世界史的な流れが関係しています。つまりこれ1990年代に入って一気に加速化する現象ですけれども、つまりね、それまで10億人そこらでやった世界の資本主義の経済が、つまり資本主義の世界市場に属している人の人口が一気に60億人に膨れ上がったということです。1991年にソ連が崩壊をします。するとその焼け跡の中からロシアがまあよたよたしながらも復活をしてきて、21世紀に入るときには新たなスタイルで復活を果たしていると。そして中国はどうかというと、文化大革命の混乱を切り抜けて、そしてもう資本主義化に向けてね、もう90年代からもう一気に経済成長を遂げている。2010年には日本を抜いて GDP 世界第2位の大国となる、経済大国になる。インド、人口大国のインドですけれども、これはね、まあ、一部の業種を除いてはあまり経済的な活動が注目されることはなかったんだけれども、もう飛躍的な経済成長を遂げていると。南アフリカはアパルトヘイト政策によって経済政策を受けていたんだけれども、これがアパルトヘイト政策をやめると世界の市場に参入してきて、また経済発展をしていく。エジプトもトルコも発展をしていくと。そしてニースであるとかね、タイやインドネシア、フィリピンといった東南アジア諸国ですよね、マレーシア、当然シンガポールも、でこういったところ、韓国、ね、これも先進国へ向けて、飛躍的に、進んでいくということになります、ね、そういった、ね、ことが、ね、起こったんです。これがグローバリゼーションの実態です。さてここではですね、多くの用語が出てきます。
グローバリゼーションとあるいは独占に関わるものそうでもないものたくさんあるんですけれども、まあ間接的には全て関わりますから、これをここでですね一旦押さえておきたいと思います。例えば市場の失敗という、市場だけではですねどうにもならないものがあるというそういう意味合いです。外部性というのは何かというと市場の外部からの影響、例えばね突然ですね天候が変わってですよ、もう災害だらけで、まあ大被害を受けると、これは外部不経済と言います。逆にもうさんさんと太陽が出てですね農業生産が一気に飛躍すると、これは外部経済と言いますよね。で公共財の問題、これは市場に任せていたのでは供給されない必要な不可欠なものがある。でも生活道路なんかはそうですね。それから情報の非対称性という、これ何かというとね、情報が必ずしもね公平に伝わるとは限らないという意味です、ね、つまりまあ金が金を呼ぶみたいな話をよくしますけれども、お金を持っているところにはやっぱり株式の投資なんかマネーゲームをしてもよく儲かるし、我々がやってもなかなかこう一攫千金とはいかないと、そういう情報を行き渡ってこないですからね、そういうことも言います。で独占もその中に入っていきます。これは市場の結果として必然的に生まれるんですけれども、市場経済の結果としてね、こういった市場だけではうまく回っていかないという問題がある、これを市場の失敗というふうに言っています。でこれは独占の問題ですけれども、管理価格、独占価格ですね。でこれは、ね、先ほども申した通りです。価格の下方硬直性、これは何かというと価格は上がりやすいけれども下がりにくいという、下に硬いっていう、ね、でこういうことを表現しています。これは独占価格の問題ですね。まあ規模の利益、これ当然あります。規模の利益という問題、スケールメリットですね。それただしね、その小さいがゆえにこの隙間を狙っていけるという、そういうビジネスもその一方で生まれてくるという、これニッチという言葉です。ニッチ産業とかね、隙間って意味ですね。でこれは先ほども説明した通りです。これはリサーチ&ディベロップメントという R&D というこの言葉ですけれども、これはですねまあなかなかね、企業の中のですね重要な活動ということになります。調査研究活動ということですね。それからリストラクチャリング、有名ですね。誰それがリストラされた。リストラクチャリングっていうのは再構築っていう意味ですから、企業の中のシステムを、あるいは機構をね、同じか、合理的にすることなんです、作り替えて。ところが多くはですね、これを首切りの、解雇の別名で、使っていたりする。無駄を省きましたよ。なんだお前、それ首切っただけじゃねえかって、労働者をね、解雇しただけじゃねえかみたいなやつがよくあるんですね。だこういう言葉の本来の意味と使われ方が違うというようなことがあります。ね、キャピタルゲインという言葉、コーポレートガバナンス。ね、難しい言葉です。キャピタルゲインというのは、そういった株の売買とか証券投資とか、それで得る収入です。キャピタルの資本からのゲインですね。コーポレートガバナンスというのは企業投資で訳されますけれども、企業の監査体制なんかを内部監査だけじゃなしに外部からの監査、あるいは外部の取締役というものをして、企業がそういった財務の面で要するにやらかさないようにということを言っています。企業の社会的責任、企業は社会的存在であるので儲けは何してもいいというわけではないというわけですよね。コンプライアンス、法令を遵守するという意味です。法令遵守ということで、これはよく言われています。コンプライアンスです ね。フィランソロピーですね。これは何かと、企業のこのボランティア活動のようなものです。こういうことつながりますよね。メセナはですね、例えば企業がサントリーホールね、ありますよね。サントリーがこう巨大なコンサートホールを作ったりして社会還元をするという文化活動、企業の文化活動ということになりますね。説明責任、アカウンタビリティ、つまり株主に対してきちんと企業の 内部の状況を説明をできると、あるいはそれ以外の外部に対しても説明ができると、秘密主義に陥らないとかいったようなことが言われるんですけれども、逆に見ればこういったことは、ね、行われがちであると、逆のことがということが言えます。特にグローバリゼーションということのもとではね、そういったものがもう地球規模でお金が飛び交いますから、物も人もお金も飛び交いますから、こういったことがね、より強調されるようになってきたということがあります。